それではじゃあ2週目始めます。今日はいよいよオートマトンの、最初の話からです。でページは29ページから59ページの30ページ一気にいきますので、予習してあると思いますけれども、しっかり、スライドを見ていってください。あ、ポインターを。さあ、それでは前回も話をしましたけれども、有限オートマゾンというのが、前半分ですね、楽器の前半の、一番の大きな話題の、焦点ですけれども、このオートマゾンには、たくさんの種類があります。で今日見ていくのはこの決定性の有限オートマトンと非決定性の有限オートマトン、それから、空動作ですね、空動作のある、非決定性の有限オートマトンを、一気にいきます。ついていってください。で、英語では有限、これは英語の直訳ですけれども、ファイナイトステイト、ステイトというのは状態のことを表します。で有限この状態からなっているオートマトンというのが、このステイトというのを省略してファイナイトオートマトンと呼ぶ言い方が主流ですけれども、さあ、それではまず言語の、識別の機会をきちっと定義します。で有限オートマトンというのはこういうものです。こういうふうに定義をしたものが有限オートマトンと呼ばれるものになります。でどういうのかといいますと、この5つの項目をこの、鍵括弧で結んだもの、これがオートマトンです、ね、だからオートマトンは必ずこういうふうに表現をするということになります。でそれぞれのものについて説明していきますと、最初の Q というのはこれ集合です、集合です。で有限集合で、先ほど言いましたステイト、状態というものを集めた集合ということになります。それからこのシグマってやつですね、この大文字のシグマっていうのは、入力記号と呼ばれるんですね。前に記号という話をしましたけど、記号を集めた、有限集合、このことをアルファベットと呼びます、ね、ですからシグマアルファベットです。でデルタというのは、遷移関数あるいは動作関数と呼ばれるものです。でトランジションを表す関数です。関数はこの Q とそれからシグマのカーティシアンプロダクトから Q への、マッピングとファンクションという形で定義をされます。これが、遷移関数ということになります。で Q の0というのは、この大文字の Q ですね、この状態全体の中の一つの弦なんですけれども、この特別な弦のことを初期状態、イニシャルステイトと呼ぶことにします。と最初がありますから最後があるわけですけれども、最後の方は集合として、定義をします。でこのことを受理状態を表す、集合ということになります。つまり Q の、部分集合が、受理状態を表すということになります。で、これだけのものを定義をすれば、これはオートマトンを定義したということになります。でオートマトンの定義をかけていったら、これをきちっと定義をすると、つまり Q は何か、シグマは何か、デルタはどういう関数なのか、それから Q0 はもう決まってますけれども、この F というのはどういう集合なのかということを具体的に書いてあげれば定義が終わるということになります。でもこれだけだと一体何かよくわからないので、もうちょっと絵を描きます。で絵を描くとどういうことになるかというと、今のコンピューターに似たような絵をこれから描きます。で入力テープとそれからそのコントロールをする CIP に CUP に対応するものですね、コンピューターの頭に対応するやつですね。それを有限制御部と呼びますけれども、この2つを組み合わせて、定義が出来上がります。で、絵で描くとこんな感じになっています、ね。入力テープがありまして、これがセルと呼ばれるものに分割されています。で、このセルのところには1つの記号しか入りません。例えば01であると、ここに0が入って、次は1があって、次また1があって、0があってというように入力が与えられます。で、入力が与えられましたら、それを読むヘッドと呼ばれるものがあります。皆さんディスクを考えると、ディスクを上をこうディスクがぐるぐる回っていくところでこうレーザーを当てて読み取りをするというわけですね。その時のヘッドに対応する部分があります。でヘッドの情報でこの読み込むのは1文字しか読み込めませんね。でこの読んだものはこの有限制御部の方で取り扱いをして、そこでその状態というものを、例えば Q の0が出発点ですけど、それを Q の1、Q の2、Q の3というふうに変えていって、最終的にその度にヘッドが1個ずつ動いていく。でヘッドは最初からこう最後まで読み終わったら、そこで、決定をするということになります。
で、どんなふうに動くかといいますと、まあ、入力が例えば A の1、A の2、A の3、点点点という形で最後のところまで書いたとしましょうと。で、一番最後の文字はこれ、ここで、入力が終わりましたということを表すこのダラサインを必ず書くということを覚えておいてください。この一番先頭に、出発点を表す記号を書く理由にと書かない理由にがありますけれども、この教科書は後ろだけ書くことにしてますので、まあ、それで覚えておいてください。でそうしますと入力がこう書かれていまして、有限制御音符は90の状態から始まりまして、でこの一つの文字を読むたびに、この9の0という状態を変えます。でこの変えたものが変えるとたびにヘッドが1個ずつ右側に、必ず右側に1つずつずれていきます、ね。で、まあ、入力の仕方っていうのは、まあ、キーボードとかあとファイルとかからこうパッと入力がされたということを仮定しておきますね。で一番最後のエンドマーカーと呼ばれるこの最後の文字まで読んだときに、終わりということになるというわけです、ね。でこの記号、このダラサインというのは、文字には入っていないと、記号には入っていないということにしてください、ね。そうじゃないと混合してしまうということになります。さあそれで、1ステップでどうなるかといいますと、先ほど90だった状態が今度はここの遷移関数の状態を見ますと、9の0で A の1が9の1に変えなさいという条件が書いてあったときには、先ほど戻りますけれども、今読んでいるのは9の0という状態で A の1というのを読んでいます。ですから、9の0と A の1という、ま、この状態、このペアに対応する答えですね、このデルタをアプライした答えが9の1になっていますから、 A の1を読んだ後は9の1に変わります。つまりこのデルタというのがどういうふうに動くのかということを全て記述しているということになります、ね。でこの記述のことを、まあ、遷移関数と呼んでいますけれども、皆さんの知っている言葉で言うとプログラムに対応する、これが全ての、機械の動作を決定していると。まあ、前にも言いましたけれども、このデルタという関数は表で表すこともできるんですね。この90があって A1 があったら、その表を見ていると今度は A の9の1に変えなさいという表になります。この表自体がプログラムということになります。ですから皆さんが、ファイナイトオートマトン、この有限オートマトンを定義をするときには一番重要なのはこのプログラムの部分ですね。どのようにプログラムを書くかということが一番重要になります。でこれをこう1個読みますと、さらに、1つまた読んで読んで読んで、最後に一番最後にこのダラサインまでダラのサインまで行ったときにはどうなるかといいますと、ここに入っている状態ですね。正確に言うとここですね。サインを読んでここにヘッドが動くわけですね。その時の状態がどういう状態かということで、この機械全体のアウトプットを決めます。で前に言いましたように、これから扱うのはイエスかノーか、アクセプトするかリジェクトするか、受理するか受理しないかっていう2つに1つの答えを出す機械を考えてますから、この最後の状態が受理するという状態というときには、この状態がこの前に決めましたね、 F という最後の状態、この F という集合に入っていた場合に受理する、この F に入っていなかった場合にはリジェクトすると、拒否すると、あるいは非受理するというふうに約束します。つまりここから出発して動いていって、最後のところの状態が F に入ってるか入ってないかでアクセプトするかリジェクトするかということを決めましょうということになります。これでファイナイトオートマトンの定義は全てです。ものすごく単純です。これだけ覚えていればオートマトンが、作れます。で実際にどう動くかということをちょっと、見てみましょうということですね。さあそれで、スライドを見ることにしましょう。でどんなふうにしますか。まず定義のところですけれども、復習しますと、先ほど言いましたようにこの5つの組、これを、5トゥープルと言いますけれども、これを元にして、決めていきます。で定義はこんな形で、定義がされていたということですね。これがきちっとした定義。で一番重要なのがこの動作関数、あるいは遷移関数と呼ばれるこのプログラムの部分ということになります。さあそれでどんなふうに動くかをちょっと見てみますと、 A の1という状態、記号を9の0という状態で読んだときに、今仮にこういうようなプログラムがあったとしましょう。
と Q の0という状態で A の1を読んでいたときにはこの Q の0という状態を Q の1に変えなさいということになりますから Q の1に変わりました。変わった途端にヘッドが1個ずれます。ヘッドは必ず読むたびに1つずつずれていきます。皆の方から見ると右の方にずれていくということになります。後ろに戻ることはありません。必ず右にずれないといけない、ね、これがお約束事です。まあ、実際はもうちょっといろんな皆さん別な教科書を読むと別な定義が書いてあるかもしれませんけれども、今一番簡単なように必ずヘッドは右に動くという約束をしておきましょう。さあそこで今度は Q の2を見て、見てるわけです。 A の2を見てるんですね。 Q の1という状態で A の2という文字を見たときにこういうプログラムがあったとしましょう。とこれは Q の1の状態で A の2という記号を見てますから状態を Q の1から Q の2に変えなさいというのでこの Q の1よく見てください。この Q の1という状態が Q の2に変わります。でヘッドは1個右に動きます。もう読んでしまった記号は、もう二度と見ることはありません。ですからもう一遍戻ってあの時何だったかということを思い出そうなんていうことはできません。でこの機械よく見てもらうと分かると思いますけどもメモリーがありません。つまり有限オートマトンはメモリーのないコンピューターだと思ってください。さあそれでどんどんいきますと例えばこういうプログラムがあったとしますと、あと同様にして動いていって最終的にここまで来るということになります。と最後に Q の N-1 という状態で A の N という記号を読んだときには Q の N に行きなさいということになります。これが一番最後ですね。ここでもうダラサインになりますから。でこうやって動きますとこうなります。でダラーが来たらもうここで終わりですからこれ以上進みません。機械はこれで止まってしまいます。で止まってしまったときには結果を見ないといけないんですけど結果はこの内部状態の形で見ます。この状態が大文字の F という集合に入っていたらアクセプト、この入力をアクセプトすると、入力を受理すると、ね、で F に入っていない場合その場合にはこの入力を拒否する、リジェクトするという言い方をします。でここに書いてありますね。 F に入っているこの最後の状態だけですね。最後の状態が F に入っているときには受理して入っていないときには拒否すると、これだけです。大丈夫かな。何か質問ありますか。さあそれで、ラスト、もう一つあるのか、もう一つスライドを見ましょう。今度はこれかな。それでは、一つ具体的な例を見ていくことにします。教科書にある例の 2.1 というところですね。M の 2.21 と書いてあります。これは機械を表しています。で、オートマトンですね。オートマトンは識別の機械ですから、マシーンという言い方をするときもあります。で、この機械はどういう機械かといいますと、まず、この内部状態を表すのが3つありまして、小文字で R、S、T と、この3つあります。それから、アルファベットは何を使うかといいますと、2文字で A と B を使う。これは何でもいいわけですけれども、でプログラムはこんな風になっているとです、ね、例えば R という状態で A という記号を読んだときにはその R というのを S に変えなさいというですね、という風に書いてあります。で、出発点はどこにするか、これ3つありますからこの中のどこか選ばなきゃいけないんですけど、 Q0 出発点はこの R というところ、 R というところから出発するということになります。で最後受理するのはこの T というところだけに入ったときだけ受理すると、それ以外は全部拒否するということにします。さあどういうことが起こるかと言いますと、まあ実際にやってみましょう。入力 A と B を使っての入力ですから、例えば ABAA というのを考えます。で最後はダラーサインです、ね、出発点は Q0 の状態、つまり R というところから始まります。で R という状態で A という文字を見て、先ほどのこれですね、プログラムを見ますと何て書いてあるかというと R で A を見るとこの R っていうところが S に変わりなさいと言ってるんですね。そうしますとこの R っていうところが S に変わって次に今度は B を読むことになります。今度はプログラムを見ると S という状態でこの B という記号を読んだときには S というのをもう一遍 R に戻しなさいと言ってるわけです。
ね、でこうそうしますと次に R というところになって A というのが読まれるというわけですね。で今度は A で R だとどうなるかというと、もう一遍先ほど一番最初にやったのと全く同じ動作をするんですね。 S に戻しなさいというわけで S に変わります。そうしますと A と S を見てやると、最終的に T に入りますから、このダラーサインに行った時の状態は T となります。で受理状態は T だけでしたから、当然この入力後ってやると言われるものですね、この ABAA というのは受理するということになります。この機械はこの入力を受理しましたということが分かります。さて、もう一回ちょっと 早送りしますとどうなるかというと、見ててください。パッパッパッパと変わります、ね、これで終わるというわけです。これが、機械の動作ということになります。これだけです。でこれを皆さん1年か半年かけて勉強しようというわけですね。それではもう一つやってみます。今度は BAB というのを見ます。今度は出発点が違ってますね。今度は B です。さっきは A でしたけど B になりました。今度は R と B ですと、でもう一遍そのまま同じそのまま状態を保ちなさいということが書いてありますから、そのままの状態に行きます。で A と R だと先ほどと同じように S に行きますと S になります。で S と B だとまた R に戻りますから、最終的にダラーサインの時には R ということで終わります。ところがこれは F っていう最終状態には入っていませんから、当然この BAB というのは拒否するということになります。こうしますとマシンというのは入力によってアクセプトしたりリジェクトしたり、受理したり拒否したりするということになります。じゃあどんな入力後をいつもアクセプトするのかというのが問題になります。で、アクセプトする入力後を集めた集合のことをこの機械が受理する言語と呼ぶことにします。覚えてますよね。言語というのは何かというと集合でした。集合をきちっと勉強し直しておいてください。さあそれで、30ページありますからどんどんいきますと、今度は様相というのを転用します。で先ほど見ましたように機械というのはこうヘッドがどん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 動いていくと、それで内部状態がどん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 変わっていくということですから、それを記述しなきゃいけない。数学的に記述をしなきゃいけない。じゃあ数学的に記述をするためにはどうしたらいいかというと、スナップショットを考えないといけない。皆さんもそうですよね。なんかこうビデオがずっとあったときに、そのコマが一コマ一コマっていうのを切り取ってそれをつなげていって全体のビデオ、画面を再生するということをやります。それと同じことをやります。この機械にとってみると、この一瞬この状態ですね、この状態が一瞬の状態です。この状態が次の状態に変わって次の状態に変わっていく、その状態のことを様相と呼びます。つまり様相というのはこの絵そのものですね。今何を読んでいるか、今どんな内部状態なのか、この2つのペア、それからどんなものがまだ読み込まれてないのか。読んでしまったものはもう忘れてもいいんですよ。どうせもう一遍読むことないの で重要なのは今何を読んでいるか、これから何を読むか、で今の状態、この3つの組みを合わせたもの、それをこういう書き方をします。この Q という内部状態で今 A を読んでいて、残りが X という記号列がありますと。でこのダラサインは最後にくっつくんでもう別に考えなくてもいいんですけれども、この3つの部分、まあペア的に書いてありますけれども、この3つの部分を総称して様相と言っております。ですから様相の書き方というのはこういう書き方をすると、こういうペアの書き方で書きます。でこのペアをつなげていくと先ほどの絵で見た計算というのが成り立つということになります。いいかな。で特に一番最初の出発点は Q の0ですよね。 Q の0で一番最初の文字を読んでるって全部残ってるわけですから、その入力全部が残っていて Q の0って書いたこのカンマを使ってるんですね。この様相のことを特別に初期の様相と、一番最初の様相という言い方で、イニシャルなコンフィギュレーションという言い方をします。まあ、個人的には様相っていう表現は日本語訳はあんまり良くないと思っておるんですけど、英語ではコンフィギュレーションという言い方をします。さあそれで今のがスナップショットですね。一瞬を捉えた機械の動きの一瞬を捉えた、まあ、写真みたいなものですね。じゃあそれがつながっているということをどのように表現するかと言いますと、この時号を使って表します。
でこれはどういうふうに読むかといいますと、この様相、この今の一瞬から次の一瞬に変わるというのをこのとという記号を使って書きます。つまり左側の様相が右側の様相に一瞬で、つまりワンステップで変わったと。でどんなふうに読むかといいますと、キューという内部状態で今現在読んでる、ヘッドが読んでるのはこの A という文字ですよね。で残りが X なんだと。次のステップではどうなるかというと、ヘッドが一つずれますから、この A というのが消えてしまって X だけが残ると、ね、で内部の状態は Q から P に変わったというふうに呼びます。つまりこういうように様相を並べていくと、ここにありますよね。例えば一番最初は Q の0で全部残っています、入力が全部残っています。で最初の Q0 で A の1を読んだ後にはこの A の1がなくなってしまって、今度は読むのは A の2というのを読む。で内部の状態は Q の0から Q の1に変わる。さあその次には今度は Q の1の内部状態が Q の2に変わって、この A の2というのが読み込まれてしまいましたから消えてしまって、 A の3から残り部分が残ってくるというふうに考えていくと、最終的には Q の、N-1 で最後の文字ですね、 A の A サブ N という一番最後の文字を読んだ次、ここに来た時に、Q の N という状態に入ります。これでダラサインが、ヘッドはダラサインに来るわけですね。でもよく思い出してほしいのは、ダラサインは書かないという約束でしたから、ここのところ残りは何ですかっていう時のこの最後は空の5ということになります。つまり何もないっていうことを表す記号っていうのがありましたよね。このイプシロンあるいはラムダっていう記号で表しました。つまりこれ何もない、もう読むものが何もないっていうというわけでこのイプシロンが出てくる。間違ってここにダラって書かないんですね、というふうに表します。とこれの列のことを計算というふうに定義をします。つまり機械が定義されて入力が与えられると、機械は自動的に計算をします。プログラムが正しければちゃんとしたところで終わります。プログラムが間違っていると何が起こるか分かりません。ということで、きちっとしたプログラムを書かないと答えが正しくないということになります。さあそれで、先ほどありましたようにこういうふうに1ステップ1ステップを全部書いていくと、例えば10ステップぐらいだったら 10個書けばいいんですね。ところが100ステップあったら100書かなきゃいけない、1万ステップだったら1万個書かなきゃいけないっていうんで、それはものすごく大変です。皆さん1時間半の試験では終わりませんというんで、どうするかっていうと省略記号を入れます。でこのアスタリスクがくっついてるものですね、この時号にアスタリスクがくっついたものはどういうふうに読むかといいますと、この最初の状態がありまして、真ん中を全部飛ばして一番最後がこうなりましたということを表すことになります。つまりこのアスタリスクっていうのは真ん中を全部飛ばしましょうという約束もです。ですからどうなるかと、これはどういう状態かというと、この絵ですね、絵で描くとこういう状態を表してるんですよね。 Q の0という状態でヘッドが一番最初の A の1にある。で全部この計算を飛ばした最後のところは Q の N という状態に入って、文字は全部読まれてしまいましたから、当然ヘッドはこのダラサインの上にある、ね、ですからこの記号は要するにこの状態からこの状態に変わったということをそのまま表しているということになります。で正確な用語はここに書いてある、反射的水位的平方というのが正確な呼び名ですから、これも専門用語として覚えておいてください。試験で書けと言われたら書けるようにしておいてください。あ、試験では用語もちゃんと出しますから、山のように出しますから、ちゃんときちっと覚えておいてください。で、先ほど言いましたように、オートマトンが1個決まりますと、そのオートマトンによって受理される言語というのが決まります。これはどういうのかと言いますと、ここに書いてありますように、M というマシーンですね、機械が与えられたときに、それが受理するというのはどういうことかと言いますと、 Q0 で W という入力に対して計算した結果が最後に Q の N という状態で全部読み終わってしまったときに、この最後の状態が F に入っている場合、つまりアクセプトの状態で機械が止まったと、そうなるような入力を全部集めたものの集合のことになります。これをここに書いてあります、ラングこれがラングエージですね、集合というのがラングエージですから、言語ですから、ラングエージアクセプテッドバイデオートマトということになります。で書き方としてはこの L を書いてカッコで大文字の M
いうことになります。この M はマシンを表して、この L っていうのはラングエッジの L を表しています。ですから書き方も必ず覚えておいてください。大丈夫かな。受理されるっていうことの代わりに識別されるっていう言い方もします。個人的には識別される方が好きなんですけれども、教科書によってはアクセプトとかいうのも使っています。さあ、それで具体例でいきますと、先ほど見ました例ですね、 ABAA っていうのが、スライドで見ました。あれをこう表現しますと、数学的に書くとこういうふうに書くことができます。これで 最終的に T に入ったんでアクセプトと。ところがもう一つの方は R っていうところで終わってしまったのでリジェクトということが分かります。で、まあこれの代わりに先ほど言いましたようにこのアスタリスク、スター記号を使って書きますと最初と最後だけ書けばいいので、こういうふうに簡単に表すことができます。というのでこれは受理、これは非受理ということが一目瞭然ということになります。大丈夫かな、ここまで。はい、さあ、それでじゃあ今のやつは何か、この機械でこのオートマトンで受理される言語は一体何でしょうというのが、まあ皆さんに出す問題になるんですね。そうしますと答えは簡単で、一番最後が AA で終わるものが全て受理されます。それ以外は全て拒否されますということが分かるというので、これが答え、つまり先ほどのオートマトン M の21ってやつですね、 M の21で受理できるあるいは認識できる言語というのは一番最後が AA で終わる、入力語、ね、そういう語だけを集めた、ものの、ものということになるというわけです。ちょっとゆっくりすぎる、うん、はい、それではどんどんいきましょう。さて、今度は有限オートマトンというのは先ほど言いましたようにこういうふうに5つの組で表されるということを言いました。で、5 to 2ですね。で、まあ5というのはあんまいいや、うん、これが正式な定義です。で、この正式な定義をもう少し、というか分かりやすい表現で、書くときにどうしたらいいかというので状態遷移図というのをこれから考えます。で、これも書き方を覚えておいてください。教科書での書き方は、こういうふうに4通りあります。まず、丸を書けまして、丸の中身に、ラベルを書きます。で、初期状態に対応する丸には必ず矢印をつけてください。で、それ以外、受理状態に対応する丸には二重丸、それ以外は一重丸と。で、あとはこういうふうに遷移が行われた場合ですね、ワンステップで機械が動作した場合には必ず、矢印をつけるということになります。で、どんなものかといいますと、絵で描くとこんな感じになります、ね。一番最初に出発するときにこう出発するという矢印が必ずあります。これ描かないとどこから始めていいかが分かりません。ですから必ず出発点を書いてください。ここで矢印ね。で、出発したらこの中身に、この丸の中身は状態です。状態がどこからどこに変わるか。で、この矢印の上に書いてある小さな文字はこれは読んでいる記号です。つまりどういうことかと言いますと、この R という出発点から A という記号を読むと内部状態が R から S に変わる、ね。で、 S から B を読むともう一遍 R に戻るという形になります。そうしますと、ここから読んでいって、最初のように、BAA を読むとどうなるかと、B でぐるっと回って、A で A で行って、ここで止まりますから、アクセプトということが分かる。ということで、こういう絵というのは、その機械の動作というのを、分かりやすく表現しているということになります。ただし、注意してほしいのは、これはあくまでも絵であって、定義ではありませんから、オートマトンをきちっと定義をしなさいというときに、このような絵を描いていても、これは数学的には正しいことではありませんので0点ということになります、ね。何を要求されているかをきちっと理解して答えを書きます。遷移図を書けと言われたらこれを書けたいということになります。その時にこの約束事ですね、どういうふうに書くのかということを忘れずに、置いてください。さあ、それで、2.3、それではちょっと絵を見ていくことにしましょう。で、先ほどの同じ例ですね、 M の21というのの遷移図の書き方をちょっとこれから見ていくことにしましょう。
で、まずどういう状態であったかと言いますと、まず内部状態は3つありましたので、3つ丸を書いて、それぞれに R と S と T を書いてください。簡単ですよね。内部状態を全て書く。で、重複して書かないように。R っていう丸は1個だけで2個書いちゃいけないんです。いわゆるね。それから、出発点、入力の出発点、あ、じゃないや、状態の出発点には必ず矢印を書いてください。いいですか、これ忘れないようにね。で、さらに今度は、最後の状態ですね、アクセプトの状態に対応するのはここにありますから、ここを二重丸にするということですね。さあ、この次は今度は矢印の書き方ですけれども、これはプログラムの内容によっていきます。今あるのは R で S、 A だと S に変わりますから、どうしますかっていうと、この R と S の間に矢印を書いて上に小文字の A って書けばいいですね。さあ、その次は今度 R と B が R に変わる、つまり B を読んで R に戻れと言ってるわけですから、こういうふうに書くというわけですね。これはセルフループと言いますけれども、グラフテオリー、グラフ理論の方のことがありますと。さあ、それからもう一つは今度は R で A を読むと T に変わるというので、ここのところにこう矢印が来るということになります。で、最後に、あ、まだあるのかな、 S で B を読むとどうなるか、ここから始まってきて B を読むと R に戻りますから、こういうふうに書くね。で、さらに、T で A を読むと T に変わりますから、こんな感じで書くということになります。一言言っておきますと、これ二重丸で書いてありますけれども、例えば AAA と A を3つ読む場合どうなるかと言いますと、 A を読むと、 A を読んでここに行きますけれども、実際機械はここで止まらないんですね。もう一文字読まなきゃいけないんで A を読むということになります。それで最後に T から B を読むと R に戻るということがあります。ですから AAB を読むとどうなるかというと、 AA と読んでここに来て受理しているような気になってはいけないんですね。まだ B を読まなきゃいけないというので、最後に B を読むとここに飛びます。つまり最終状態は R ということになって拒否ということになります。いいかな、そこのところ間違いないですね。さあ、そこで、動作をいっぺんに見ていきます。さて、ABAA という文字が、入力があったときに、まず最初に出発点はこの入力の出発さ、一番最初にですね、イニシャルステージと呼ばれるところから出発します。で、今 A を読んでいますから、この A というところを読んだこの赤い線に従って、動きます。で、今度は B、S で B を読むと戻りますから、また戻る。で、さらに A を読むとどうなるかというと、こっち側に来ますから、また S に来る。なんかこの子ぐる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 回ってる感じですね。で、最後、今度は、A を読んでしまうと T に来ますから、これでもう終わってしまうので受理ということになります。じゃあもう一つやりますと BAB ですね。まずここから出発して B を読むと自分自身に戻ります。今度は A を読むと S に動きます。それでさらに B を読むとまた今度は R に戻ってしまって、ここでもう全部読み終わってしまいますから拒否と、ね、リジェクトということになります。入力のリジェクトということが行われるいうわけです。ということで、分かりますように、ここに来るためにはどうしたらいいかというと、必ず最後に A を1個読むか、最後に A を読むか、で、出発点からすると必ず A を2回読むか、ここから出発しても A を2回読まないと T に来ないということで、分かりますように最後が AA でないとダメと。例えば最後が A で B であると必ずどっかに飛んでしまってここに戻ってこれないということが分かります。つまりこの機械で認識、このプログラムです、まあ、機械というかプログラムですけれども、このプログラムで受理されるものは最後が AA となるような入力語すべてということになります。だいぶ分かってきたかな。さて、それではどんどんやりましょう。時間がなくなってきたな。はい、状態の遷移っていうのは先ほどやりましたように、ここのところがどん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 短くなって、最終的にはこのイプシロン、空っぽのところまで行って終わるというですね。その時に内部の状態が90、91、92と変わってきて9サブ N というところまで変わっていくということになります。まあ、本当に書いてありますけど、これは遷移ではありませんから注意してくださいというのが書いてあります。さあ、それで今まで見てきた
オートマトンはどういうオートマトンかと言いますと、必ず状態があって読んだ記号があると必ず状態が変わります。まあ自分自身に戻るのも変わると思えば、自分自身に戻ってきて変わるんだと思えば、必ず状態は記号を読むたびにどこかに行きます。でこういうようなプログラムですね。つまり皆さんが C 言語で書くプログラムというのは通常今のような動作をします。必ず行く先が決まります。例えば35行目を読んだら次は36行目に行くと、36行目にどこかに飛べというジャンプの命令があったら、そのジャンプの命令の行に飛ぶと、ね、それからループもぐる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 回って必ずどこかでこう抜け出して最終的に終わるということで、自分の行く先が必ず決まっているというんですね。今何が起こっているか、今の状態から次の状態が必ず1位に定まっている、そういう場合のことを決定性という言い方をします。でこれは決定性ってのは何かというと、皆さんの人生も例えばある状況の下ではある1位にこう定まっているです、ね、人生がもう生まれた時から決定しているのかどうかという決定論という的な考え方というのも哲学にあるんですけれども、まあ、要するに全てが決まっていると、もう出発する時から決まっているという感じですね。プログラムがあるわけですから、入力があって最初の文字を見たときにもう答えはもう決まってるんですよ。やってみないと皆さんには分からないかもしれないんですけれども、必ず1位に決まっているという考え方ですね。これを決定性と言います。でそういう決定性のプログラムを持ったオートマトンのことを決定性有限オートマトンという言い方をします。で英語ではディトラミニスティックと言います。決定されているですね。さあそれに対しまして、これから勉強するのは非決定性と、ノンディトミニスティックと呼ばれるようなオートマトンを勉強します。でこれはどういうのかというと、決定されてないというだけの意味合いで、全てのオートマトンが決定性のオートマトンと非決定性のオートマトンしかないかというと、そうではなくて、決定性のオートマトン、非決定性のオートマトンの他にも山のようにオートマトンがあります。で皆さんが勉強するのはその中の2つか3つぐらいになります。で興味がありましたら、オートマトンの理論というのは1960年代ぐらいから活発に行われてますから、山のように本が出てますので、読んでみて勉強してください。さあそれで非決定性とは何かということですね。決定性というのは今の状態があったらそこから読んだ記号によって行く場所が一つに限られていた。じゃあそれが決定性であれば、一つとは限らないというのが非決定性だと思えばいいということになります。つまり次の動作はここに行ってもいいし、ここに行ってもいいし、ここに行ってもいいと。でじゃあどうやって選ぶのかっていう話になるわけですよね。でこの時にはもう人工知能があると思う。まあ、神様がいるというですね。神様が一番いい選択を必ず教えてくれる。でその一本をたどっていくと、最終的な答えという考えなんですね。さあそれでどんなふうに定義するかといいます。まず数学的な定義からいきましょう。こういうふうに5つの組で定義をします。これは決定性と全く同じです。このキルの定義も同じですし、アルファベットシグマの定義も同じ。それから初期状態の Q の0という状態も同じですし、 F という状態も F という集合も同じです。何が違うかというと、このピンクで書いた3番目に対応する遷移関数あるいは動作関数と呼ばれるこの関数の定義が違うと。つまりプログラムが違うっていう、それだけのことです。でプログラムが今度はどうなっているかといいますと、 Q と Sigma という入力の集合ありますよね、直積集合で、先ほどはこれ Q だけでしたが、今度は2の Q 乗という形になります。皆さん覚えてますよね。これは数字ではなくて集合を表す、つまり2の上に Q という集合が乗っかってますから、これは集合を表しています。でこの集合は何かっていうと書いてありますけれども、すべての状態の集合の集合です。それをべき集合という言い方をします。でここのデルタのところが違うとなります。でこれどういうことを表すかといいますと、入力としては Q と A があってこうデルタって書くんですけども、この値、これこの値といいますか、これそのものが何かというと、
今まではこのデルタカッコって書いたこれは状態になりました。つまりこれでイコール状態 Q と書けばいいわけですね。と今度はこれは集合の集合が行った先になりますから、出てくるこれは集合になります。つまりこれかこれかこれかっていうものを表すことができる集合、つまり簡単に書くとこういう感じになります。つまり Q という状態で A という文字を読んだときに P の1に行ってもいいし P の2に行ってもいいし点点点で P の K に行ってもいい。どれに行くかっていうのは人間は決定できません。ところが神様はきちっと選んでくれるから、それに従っていけばちゃんと計算が終わってちゃんと答えが出てくるという考え方ですね。これが非決定性のオートマトということになります。でこれでだけです、定義は。いいかな。オートマトの定義ってのはさっきの1枚しかないんで、1枚のスライドだけね。でそれをどう理解するかっていうところが、皆さんがこの授業についていけるかどうかっていうところにかかっている。数学の定義ってのはものすごく簡単なんですよ、大抵は、ね、それを本当に理解できるかどうかっていうのはまた全然別な話ということになります。さあ具体例でいきましょうと、今度は M の22を考えます。これはどういうのかって言いますと、非決定性、ノンディターミニスティックなファイナイトオートマトンで、まず状態の集合、それから有限集合、それから動作関数で、違うところはここということね、覚えてみてください。それで初期状態、それから受理状態とありました。で、実際にこれを見ていくと、まず Q は3つの、状態からなりまして、アルファベットは先ほどと同じように A と B だけを使っています。で、遷移関数が違います。まあ、残りもちょっと書いちゃいますと、このところは全く同じというんで、ここが違います。どういうことかと言いますと、 R という状態で A という文字を読んだときには R から R、 自分に元へ戻ってもいいし S に行ってもいい、どっちでもいいですよ。ここのところは1個しかないので、全くこれは決定性と同じ文字ですね。 R で B を読むとまた R に戻るですね。ところがこれは何かというと、これ空集合だ。つまり S という状態で B という記号を読んだら機械は行く先がない。つまりここで計算機はフリーズすると、そういう状態が起こります。つまり止まってしまって動かなくなっちゃうわけね。でここに入った途端にどうなるかっていうと、機械は動かなくなるわけだから答えが出なくなってしまう。というんで、ここに入らないようにプログラムを組まないといけないということになります。まあ、実際にやってみましょう。さあ、まあ遷移図をちょっと描きますとどうなるかというと、さっきと同じように3つ書きます。で今度は、出発点を書いて、それから最終的な、受理状態の二重線を書いて、今度はここの部分から調べます。今2つありますからどうなるかと言いますと、こういうふうになります。つまり A を読むと自分自身に戻ってもいいというのは最初のチョイスですね。ところが今度は S に行ってもいいというわけで、線が2本出てきますと、例えば R というので A というのを読むと、こっちに行ってもいいしこっちに行ってもいいと。ただし両方はできないので、どっちか一方しか取れません。もしこっちに行った時はどうなるか、こっちに戻った時はどうなるかというふうに考えていかないといけないですね。で残りはこれはもうさっきと同じように1本しかないのですぐできますし、これも行った先が1つしかないのですぐできます。じゃあこれはどうなるかっていうんですね。行った先がない場合っていうのは、S から B を読んだらどこにも行く先がないというわけで何も書きません。これも空集合です。 T から A を読んだらどこにも行けないので何も書きません。ということで最終的にこれが遷移図ということになります。大丈夫かな。で実際にこれを動かしてみましょう。で BAA を読んだらどうなるかといいますと、まず B を読むと、そうしますとこれ1に定まってます。決定性ですからそのままいく。ところが今度は A を読んだときは困るんですね。戻ってもいいし先に行ってもいいというので、人間は神様でないからどっちを取るかっていうのは選べないんで、仕方ないから両方やります。場合分けをして考える。こっちを選んだ時で場合分けをします。で例えば場合の1でこっちを選んだことにしましょう。そうしますと自分自身に戻って、あ、こちらにで今から、
最初の状態からいきますと、細かく元へ戻しますと、こういうことね。あとちょっと失礼。ここね。で、場合の1の時には戻りますから、A で A ですね。それで、その後どうなるかっていうと、A、ヘッドワン動きます。読んだ途端にヘッドワン動きます。今度は4分動きます。その時に、今度はまた A ですから、2通りあります。で、ここでさっきで2通りに分かれて、さらにまた2通りに分かれますから、4通りに分かれるということになります。で、今度はどっちを取るかっていうと、こっちを取る場合と、それからこっちを取る場合と、2通りで、ね、で、最後にここまで来て終わるということになります。さあ、その時に、S、最後の時には A から A 読むと T に行きますから、これで受理ということになります、ね。で、3つの可能性が出てくるということですね。最初の時に今度はこっちを読んだらどうなるか、ちょっとここに来てここまで来るということですね。それで、あ、そうか。で、さっきのやつで、例えばここで A を読んでしまってまた A を読んでしまうと、ここでもう最後まで来ちゃいますから、ここで止まっちゃうということになるんですね。そうすると受理しないということになります。ですから、どういうふうに選ぶかによって受理まで来るのか来ないのか、あるいは途中で、アボートしてしまう、機械がフリーズして動かなくなるという場合もあります。で、その場合を全て考えないと、答えが出てこないということになります。 A、B の時ですね。 A の時2通りありますから、こっちに行って A を読んで、またここに行って A を読んで B を読むと、ここに戻りますから、受理しないということになります。ところが、うまく選んでやると A を読んで A を読んで、B を読んで、これはダメなんですね。で、こっち側を読んでこっちに来た時には B で読んでも行く先がないので止まってしまう。で、 A を読んでこっちに来た時には D まで来て、B を読んでここから先がどこにも行く先がないので、これはフリーズしてしまって、答えが出ないということになります。と、これ全部やってしらみつぶしに全部の通りを考えてみればわかるんですけれども、どんなに頑張ってもここまで来てきちっと止まることはありません。ということで、先ほどのニューヨークですね、 AAB と、これは受理しないということになります。非決定性のオートマトの時には、その選択がたくさんありますよね。こっちに行ってもいいし、こっちに行ってもいいと、さらにまた選択があって、こっちに行ってもいい、こっちに行ってもいいというのをずっと調べていって、どこか一本アクセプトな、きちっとした、道があれば入力を受理すると。一つもなければリジェクトというふうに約束しておきます。先ほど言ったことをちょっとまとめますと、つまり2つあるときには状態が R というのに変わってもいいし S に変わってもいいというわけですね。ただしどっちか1つということになります。で、この空集合であればその先に移動する場合がないので、機械はここで止まってしまうということになります、ね。で、先ほど見たオートマトンもう一遍書けましたけれども、こんな感じですね。ですから AAB と読んだときにはここで止まってしまって機械が動かなくなってしまうということになります。ただ A を読んだときには A を読んで A を読んで A を読んだ A を読んで、あ、そうか、 AB はどの道ダメかな、 AA で、ありますね、 A で A で B を読むと言っても最後まで行きますけど、ここで止まってしまって、ここまで来ることはないということで、 AB はアクセプトすることがありませんということになります。というのが、非決定性のオートマトンの定義ということになります。一応質問ありますか。決定性と違って非決定性というのは最初ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、慣れてくればまあそんなに難しい話ではないと。普通皆さんが書くプログラムとはだいぶ違う形になります。もうちょっと数学的な、オブジェクトという感じになります、ね。さあ、そこでさらにこの非決定性有限オートマトにイプシロンムーブというのを入れます。
で、どういうのかって言いますと、ここに書いてあるんですね、イプシロンムーブというのはどういうのかって言いますと、Q という状態を見て、Q という状態にいて、それで何も読まないで状態を P に変えると。そう、つまりこのイプシロン、イプシロンで分かりますよね、何もない記号のことですよね、その何も読まないで状態だけを変えるというのを付け加えたもの、これもできますよというのが、空動作のある非決定性有限オートマトということになります。つまりこういうこともできますよというわけです。で、省略的にそのイプシロンというのははっきり書くために、このイプシロンを書いて NFA、 あ、ちょっと記号をちょっと入れておきます、説明しなかったですけど、先ほどの決定性のオートマトンは Deterministic Finite Automaton ですから DFA と省略します。で、Non-Deterministic Finite Automaton のことは NFA と省略しまして、さらにこのイプシロンのムーブがついているやつをイプシロンの NFA と書くことにします。まあ、省略記号ですから、覚えてみてください。で、こういうような記号が入ってくるとどうなるかということをこれからちょっとやってみますと、例の 2.5 にあります23番目を考えましょう。で、これは空動作が入ってきますから動作関数がちょっと変わってきます。先ほどまでは Q とシグマを読んで、集合がアウトプットになってましたけども、今度はここにイプシロンという動作が入ります。イプシロンというのを入力として認めて、遷移が行われるということで、ここが今度は変わります。覚えておいてくださいね。ここが今度は変わる。で、それ以外のところは全く同じということになります。ですから今まで見てきて変わってくるのはこの3番目の動作関数、あるいは遷移関数と呼ばれるところだけが、変わってきたということになります。さあ、それでは、M の23というのを具体的に見ていきますと、まあ、3つありまして、今度は0と1というアルファベットを使いましょう。で、出発点は P というところから出発して、最後終わるのが Q と R というこの2つ残りに入った時にアクセプトと、途中でアボートしてしまうか、あるいはこの P に入ってしまうとリジェクトということになります。で、この遷移関数のところを見てもらうと分かりますように、通常ここにあります0、1のものが入っているやつですね、これはさっきと同じようなものですけれども、ここにイプシロンというのがあります。ここにもありますけれども、これはどういうふうに読むかといいますと、 P という状態で何も読まないで P という状態を Q かまたは R のどちらかに変換してもいい。つまりさっき あのテープがあってヘッドがあるっていう考え方をすると、どういうことかというと、ヘッドは止まったままでいいと、内部状態だけ変えましょうと、ね、最初に言ったのはヘッドは必ず動きましょうって言ってたんですけども、今度のイプシロン動作がある場合にはどうなるかと、ヘッドはあるところで止まっていいと、内部の状態だけどんどん変えていいと。で、あるそこから先はまたヘッドが動いて、でも読み終わるのは最後のヘッドがダラサインまでいかないといけませんから、ダラーサインまで行くような止まり方しかできません。さあ、それで状態遷移図ですけれども、どうなるかっていうところなんですけれども、そのまま書いていけばいいんですけれども、あ、ここですね、イプシロンを読んで、P から Q あるいは R に変えなさいというときに、どう書くかというときにこんなふうに書きます。イプシロンというのをはっきり書きます。イプシロン、何も読まないで中身が変わり、つまりヘッドが動かないで中身だけ変わりますというのがこの矢印になります。覚えておいてですね、ヘッドは今度は動きません。で、あと他のところは先ほどと同じようにいきまして、どっかイプシロンがないかな、あ、イプシロンありますね、ここにイプシロンがあります。イプシロンを読んで、つまり内部の状態がイプシロンを読んだら空集合、つまり行く先がないということで、これは矢印を書きません、ね、これも矢印を書きませんから、結局これだけということになります。さあ、そこで00を読んだときにどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、こっからまずどうするか、最初の0は読めないんですよね。
ですからヘッドを動かさずにどっちかに行きます。それで初めて0を読んで0を読むと、そうするとアクセプトの状態になります、ね、こっち側に来てしまうとこう1しかないので0で回れませんから、ここでコンピューターはフリーズしてしまうというわけですね。でこれは非決定性ですから、こっちかこっちかどっちか行けばいいわけですから、こっちを取ればちゃんとアクセプトが出るということで、非決定性のイプシロンムーブを含む機械は00をアクセプトするということになります、まあ、やってみると分かるようにこれで、最初に、どこに行くかってやつですね。こっちに来る場合にはイプシロンで動いてヘッドは動かない、それでこっち側に来る場合にもヘッドが動かないわけですけども、最初の場合を考えてやると、0を読んでこっちに来ますからヘッドは動いてないですよね。イプシロンで来ますから、あとはここで0をぐるぐる回せばちゃんとアクセプトになる。ところがもしこっちを取ってしまうとどうなるかというと、0でこっちに来てしまうと0以上回らなくなりますから、もうどこにも行く先がなくなって機械は途中でフリーズしてしまうというわけですね。ということでこっち側の道を取ってはいけなくて、こっち側の道を取らなきゃいけないということです。まあ神様がこっち側だって言ってくれればパッとすぐ分かるんですけども、そうでなければまあ人間は両方やってみて、あ、こっちでうまくいったこっちでうまくいかないというふうに調べないといけないということで、非決定性の動作を追っかけようと思うとものすごく大変です。すべての場合を網羅し尽くさないと答えが分かりません。いいですか、ね、さあ今度は111でやってみますとどうなるかって言いますと、これか、最初のところですね、1のところで、ちょっと最後になっちゃうんですけど、1のところで、ここからこっちに行くか、こっちに行くか考えるんですね。こっちに行ってしまうと、最初の1のところで、こっちに来ると、機械が止まってしまいますから、必ずこっちに来ない。そこから先は、1を読んで、1を読んで、1を読んで、3回読むと、自分自身で、居続けます。で、これはアクセプトの状態ですから、111は、受理するということが分かる。ところが110はどうなるかといいますと、こっちから行っても回れませんね。最初の1のところからこっちに来た時には11まではいいんですけど、最後の0で止まってしまいます。ということで110はアクセプトできません。どう頑張ってもアクセプトできません。ですからリジェクトされるということになります。じゃあどんな言語をアクセプトしているのかといいますと、つまり0または1のみからなる5、あるいはイプシロン、入力として何もないっていう入力もあるんですね。よく見てもらうと分かりますよ。何もない入力だとイプシロンでここに来た途端に受理状態になります。ですぐダラーサインですよね。ですからアクセプトということになります。でこれ必ず忘れないでください。考えるとき入力にイプシロンっていうのもあるんだってこと。何もないのも入力ですから、でそれが入っているか入ってないか、アクセプトかリジェクトかも必ず考えてください。そうしますと000で回るか111で回るか、何もないもの、それだけがアクセプトされる、それ以外は全部リジェクトということになります。ということで、講義はこれで30ページ分終わりということになります。ご苦労様。さあこれから、宿題の採点と演習ということになります。まず宿題の方からいきましょう。